皆さんこんにちは、国会読の中の人です。今日は僕が通うトロント大学についてちょっと話をしていきたいと思います。トロント大学は、カナダのトロントにある、大学でして、まあ、学生数は、6万人を超えます。世界ランクでは今21位の大学でして、日本で一番ランキングが高い東大は、29位というところです。大学の構成としては、キャンパスが3つありまして、今僕がいる、トロントのセントジョージキャンパスと、あと田舎にあのスカボロキャンパスというのとミセサガキャンパスというのがあります。大学の構成としては、学部というのがあって、あのこれはまあ工学部とか音楽部とか、あとはあのアーツ&サイエンスっていう、まあ文系と理系のほとんどが入っているような学部もあったりします。でこのアーツ&サイエンスは、まあ、カレッジ制というのを取ってまして、まあ簡単に言うとちっちゃい大学が集まってできているのが、まあ、アーツ&サイエンスっていう、学部になってます。その下に、まあ、デパートメントっていう、まあ、学科ですねがありまして、これは宇宙工学科とか人文学科とか、あとはバイオリン学科とか、そんな感じです。でその下にプログラムというのがあって、例えば僕が今いるエンジニアリングサイエンスだったり、ライフサイエンスだったりがあります。でその下に専攻というのがあって、これはまあ詳しくあの、まあ、例えば AI とか、まああのバイオファーマコロジーとか、そういうのがその下にあると。はい、学費についてちょっと話していきたいと思います。でトロント大学の学費というのは、国内生と国際生でだいぶ差があります。で国内生は0ドルから8000ドル、あのこれは国内生があのカナダ政府とかからあの補助金を受けられるのが、まあ、主な要因です。で国際生はだいたい5万ドルから7万ドルです。で、まあ、あの円換算は多分出しておくんですけど、ので、まあ、めちゃくちゃ高いです、国際生にとっては。はい、トロントの生活費ですけど、まあ、1年目は、国際生は基本的に寮に住まなきゃいけなくって、で寮費がだいたい2000ドル、月に2000ドルかかります。で2年目以降は自分のアパートに住めるんですけど、まあ自分1人であのアパートに住もうとするとトロントではだいたい2600ドルくらい今はかかるかなというところです。で、ルームメイトとかであのアパートをシェアするとなると、まあ、大体、まあ、1人当たり、まあ、700ドルから900ドルくらいで、アパートの一室を借りることができるかなと思います。次に、まあ、入学について話していきたいと思います。で僕は、国際バカロレア、まあ、IB と言われているもので入りました。はい、で、まあ、工学科は大体、まあ、IB でいうと35点以上は、取っといた方が、まあ、確実に入れるかなということ で文系でいうと、まあ、大体29点以上で、まあ、工学以外の理系だったら、まあ、32点以上くらいで入れるのかなというのが、まあ、僕の肌感ではあります。僕が今いるエンジニアリングサイエンスについてはちょっと入学難易度が高くて、IB でいうと、まあ、39点以上を取ってる、仲間が多いかなと思います。でトロントという場所についてですね、東京よりもはるかに田舎です。はい、あの、まあ、北米の一応カナダ第一の都市ではあるんですが、あの、まあ、東京よりもはるかに、まあ、発展してないなというのが、まあ、僕の印象ですと。で、まあ、公共交通機関ほとんど動きません、まあ、ほとんど動かないというか、まあ、公共交通機関あんま信頼できません。まあ、トロントは地下鉄が今通っているので3本くらいあるんですけど、まあ、そのうち1本はまあ2週間に1回くらい止まるかなっていう感じで、本当にもう脆弱な公共交通機関がトロントにはあります。で麻薬ですね、あのカナダは大麻が合法になっていまして、でトロントでももちろんあのそこら中に大麻ショップがあったりします。でトロントは結構ホームレス問題が、日本の都市と比べて深刻な側面もありまして、だからその結構、まあ、いろんな薬でちょっとおかしくなっている人が、まあ、結構結構いらっしゃるなという感じで、まあうん、まあ、日本の都市と比べると、まあ、安全なところではないのかなというのが、まあ、正直な感想です。でさらに寒いです、めちゃくちゃ寒いです。あの
冬とかはマイナス20度になったりして、で、まあ、冬はとにかく長いので、まあ、季節性の、まあ、あのうつ病になってしまう、人もまあいたりして、で僕もまあそのうちの一人で、結構冬とかはあの気分がめちゃくちゃ落ち込んで、あの生産性が下がるというので、まあ、大学選びで結構天気は大事なのかなというのをまあ実感した、ところです。ただまあ、あのトロントに来てよかったなというところもありまして、まずは学生のレベルですね。まあ、本当にみんなレベル高いです。でみんなすごい頭いいです。で僕は、まあ、あのドイツ の, あのインターナショナルスクールを卒業したときに、まあ、学年で、まあ、トップクラスの成績で来たんですけど、まあ、いざここに来てみるとやっぱり、まあ、あのすごく、まあ、胃の中の蛙だったなというのが、まあ、実感できました。はい、もうみんな本当に優秀で、いろんなバックグラウンドから来て、でそういう、まあ、仲間から刺激を受けられたっていうのはすごく、いいことだったなと思います。でさらに、まあ、あのこれは北アメリカ全般で言えることだと思うんですけど、まあ、新しいことにチャレンジするっていう文化が、あのヨーロッパとか、まあ、アジアよりちょっと強いのかなと感じています。あの例えばあのこの国会ドクを作るっていうのも、やっぱりこのトロントっていう環境があったからこそ、まあ、そうやって新しいことにチャレンジしたり、あの作ったあの新しいものを作ったりっていう、気が生まれたんだと思います。はい、でトロント大学っていうのは結構研究がすごく盛んに行われているところで、あの、まあ、学部生の人でも結構積極的にあの学会に提出されるような研究に携わる機会が多くあります。で、それに結構、まあ、僕も個人的に参加して、まあ、論文をちょっと書いたり研究したりっていうのが、まあ、貴重な経験として得られたなというところです。はい、であと、まああのまあ、大学トロント大学に来てよかったなと思ったのが、まあ、すごく競争が激しいことですね。はい、あの本当にサボってるやつがいないので、もうみんな優秀で、みんなめちゃくちゃ勉強して、で僕があの1年生の時に最初の、線形代数の授業があったんですけど、その授業の、教授が、まあ、開講一番言ったことが、あのあじゃあみんな右見てっつって、で左見てって言って、で自分のこともカウントして、でお前らの3人のうち1人は、あのエンジニアリングサイエンスからあのドロップアウト、あの落第するからあのそのつもりでいろということを言われました。はい、だから本当にそれは、まあ、当時1年目の時に入った僕としてはかなりショックな出来事でしたね。だから実際、まあその通りになって、あの僕が今いるあのエンジニアリングサイエンスプログラムは、1年生がだいたい300人超くらいいて、で2年生になるとそれが200人くらいに減ってるんですね。で残りの100人どこ行ったかっていうと、あの他の工学部の、学科に転属というか、まあ、エンジニアリングサイエンスではちょっとやっていけなかったから、あの他の学科に変えようというのが、100人くらいいて、本当にまあそういう意味であのめちゃくちゃ競争が激しいし、まあ、よく言うのはあの日本の大学はあの入るまでが大変と言いますけど、でこっちの大学はまあ入ってからが大変とよく言いますが、あのこれはまあ正直理系の話ですかねもうこれ言ったら文系の人が怒られるかもしれないけど、まあ東都大学の文系はそんな、まあ今回は、国会読の中の人が通う、トロント大学の、話をちょっとしていきました。はい、これがもし、まあ、あのこれから北米の大学に進学を考えている人などの、まあ、参考になればいいかなと思っております。はい、それでは、また次回の動画でお会いしましょう。もし、まあ、この動画があの面白いなと思ったら、まあ、フォローとか、チャンネル登録とかしてやってください。それでは、じゃあね。